ちょっとなぜか空港にキャリーバッグ忘れてしまったんで、ここの1週間以内に取りに行きたいなと思います。鈴木雅史さんとかのパーソナルトレーニングとかもちょっと受けながら、どんどん自分の成長スピードを早めて、体制できるようにしていきたいと思います。もう飛行機とかでずっと寝てたから寝れねえわ。多分6時ぐらい寝て、また多分11時ぐらいに起きます。まあ今から3時間ぐらい寝ます。眠終了。なんかインドでもう心肺機能を鍛えるトレーニングしなかったんで、もうだいぶ息切れしやすくなってます。めっちゃハーハーしてる。まあ、日本も今暑いですけど、まだインドに比べればかなり過ごしやすいですね。まあまた次どっか旅行行くときはちょっと過ごしやすい気候のとこに行きたいと思います。いや、やっぱ日本も暑いわ。やっぱ美味しく調理しないと食べれないですね。終了。プロテインとお餅。お餅、四角、顔の形と同じ。ミスった。キャリーバッグの中に靴とかを入れてんだ。トレーニング用の靴。ちょっともらったランニングシューズで代用します。やります。トレーニング終了。今からご飯食べます。今日はね、なんか食欲があんまりない。斉藤さんから服とかなんかいろいろ送ってもらいました。あらっす。なんか短パン系とかいろいろキャリーバッグの中入ってたんで非常に助かります。あらっす。全然寝れないんで、ちょっと眠くなるまで起きることにしました。ちょっと風邪気味です。ちょっとお腹減ったんでご飯食べて、寝ようかなと思います。じゃあ寝ます。起床。さっき歯医者行ってきました。今日はちょっと風邪っぽいんで、トレーニングは休みたいなと思います。今年中にはちょっと YouTuber として、生きていけるような感じにしたいですね。まあ、年内に、10万視聴者数いきたいです。今からパーソナル行きます。終了。もう食欲が湧かないというか飽きたというか、ちょっとトレーニングしないとやっぱ崩れちゃいますね。いろいろなんかもう本当に調理とかしたくない時がもう月に 2,3 度は来ます。まあ大体体調崩した時とかそんな感じですね。雨やばすぎ。てかキャリーバッグ空港まで取り行くのほんとめんどくさい。寝ます。日本も普通に暑いな。サイゼリア発祥店モテードだからね、一番最初。マジ
終了。体調悪いとなんかいろいろと適当になっちゃいます。次はタイに行こうかな。この昼夜逆転の生活をどうにかしたい。最近ちょっと体温調整っていうかなんか気温調整難しいんでちょっと体調崩しやすいですね。眠いというより体が重い。なんか暑いし寒いし肌寒いし、なんか過ごしやすい気候のところをちょっと行ってみたいですね。てかそこに永住したい。寝る。なんかガラガラ声がちょっと悪化してます。肌寒いわ。やばい、今日何もしたくない日だ。なんでこんな寒いのにこんな冷たいうどん食ってんの。風は一日無駄にするからダメだな。秋の匂いがしますね。終了。今日7時からまたパーソナルあったんですけど、ちょっと体調悪いんでちょっとリスケしてもらうようちょっとお願いしてみました。おかゆ作ってくれる妻が欲しいと思ったんですけど、今日ちょっと大原さんには結構無理ですよって言われたんで諦めます。なんか飯作る気にもなれんし、もう何もする気にもなれない。いや本当にもう秋の風が吹いてますね。まあ多分明日ぐらいまで休んだら多分、筋トレは再開できるかなと思います。冷房で体調が悪くなっちゃいますね。ちょっと漫画読み始めたら止まんねえな。ファブルっていうのを読んでます。寝ます。はい、今起きました。11時にアラームつけてたんですけど、なんか2時ぐらいになってました。キャリーバッグ、ご飯食べてキャリーバッグ取り行きます。俺はなんか北陸、四国に1ぐらい、もう短パン NPD に申請したら、まあ明日からちょっとトレーニングもできそうなんで、明日からちょっとトレーニングと食事もしっかりとしたものを食べていきたいと思います。ただ1週間ぐらい前にインド行きました。インド行きました。インド？はい。インド、あのニューデリー。今は暑いでね。暑かったです、本当に。ニューデリーはちょっと汚いみたいじゃない？そうですね。どっちがおすすめですか？日本人はボンバイとか。ああ、ムンバイ。ゴアとか、その台湾に。5? あー、はい、デイリーはまだ今変わったけど、はい、今もまだ来てない。あー、まあ、行くならムンバイか北の方、あ、南か遊び、あ、そうですね、観光で。私もデイリーで前住んでるけど、うん、あ、ほんとまたインドの食べ物とこっちが違うじゃない。違いましたね。いや、うまいというか気持ちいいカレーでしたね。まあ、行徳ビリヤニハウスは、まあ、普通のインド料理屋っていう感じでもないですけど、ああ、一番うまかった。
この昼夜逆転の生活はいつ戻るんだ。じゃあ、あたりがちょっと明るくなってきたんで、寝ます。はい、おはようさん。あ、昨日今日と仕事休んだんですけど、ちょっとまだ筋トレできるかどうかは謎な感じですね、体調的に。終了。ああ、今日はほのぼのしました。もう秋だね。終了。やるかやらないか結構迷うような体調ですね。昨日よりはいいんですけど。万全じゃないんですけど、ちょっと全身を軽く刺激して、明日からちょっとがっつりやっていきたいなと思います。トレーニング終了。感覚鈍ってましたけど、ちょっと徐々に取り戻していきたいと思います。スケジュールミスで明日の予定ごっそり空いたんですけど、ちょっとこの栗見て思いました。秋の味覚を狩りに行きます。狩りに行こうと思ったけど、だいたい遠いわ。なんかめっちゃかかる時間が。てか、この北海道にこの鮭とか取りに行ってみたい。てかこの海苔すごい。もうめっちゃパリパリ。すごい。もうこういう地味なね、変化がね、もうほんとね、楽しいから。いろんな海苔買っちゃうよね。なんでいきなりこれをうまいの食ったらまあ、うまいなっていうぐらいだけど、あ、こんなまずい海苔もあるし、こんなうまい海苔もあるんだ、みたいなね。だけど、例えば、牛乳とかも一回ハマったら全部、その棚の牛乳を買いますね、僕は。もう一ヶ月ぐらいかけて、一ヶ月もかからんか。なんで納豆もハマったら納豆全部買う、みたいな。そういうなんか暇な遊びをしてます。めんどくせえな。明日マジ何しよう。やることはたくさんあるんだけれども、暇。そんな状況。北海道行きたい。北海道。北海道がね、大学2年生の頃から行きたいんよね。北海道で流氷に乗りまーす。お眠なので、寝ます。おはようございます。おはようございます。今日は、ご飯食べて、今日はご飯食べて、トレーニングして、人生で初めてのディズニーランドに行きたいと思います。彼女とね、行こうと思ったんですけど、なぜか大学来て、まあ、上級してから、まあ、ディズニーランドが近くにある環境だったんで、彼女ができて行こうと思ったんですけど、6年間ですかね、一度も行く機会がありませんでした。泣いていいですか？ちょっと体の調子がいまいちなんで、やっぱディズニー行くのやめます。ただディズニーは行きたいんで、近々行こうかなと思います。昨日運動したのがダメだったっぽいな。ちょっと今日もなんかご飯作る気力がないんで、なんか食べ行こうかなと思います。出費が重なるけど、しょうがないか。夏が終わるとなぜか異常な焦りを感じます。今年ももうすぐ終わるような、なんか頑張らなきゃいけないみたいな、もうそうせかされるような感じになりますね。もうインドではああいうカレーを食べてね、あ、日本のインドカレーとは違うなっていうふうなこう喜びを
感じたかったんですけどね、まさかこの徒歩8分ぐらいで住むところに、あるのがベストだったとは思わなかったですね。もうあそこのカレー屋さんはもう10人ぐらいいたんですけど、もう僕以外全員インド人でした。それぐらいちょっとインド人に、インド人寄りの、まあ、ほぼインド、まあ、多分インド人しか相手にしてないんじゃないかなと思うぐらいの、店ですね。行徳ビリヤニハウス、あそこはおすすめです。こんなちんたら休んでる暇はないんで、早く直してトレーニング始めたいですね。はい、というわけで9月の15日まではこんな感じで過ごしていました。もしいいな、面白かったなって思った場合は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして質問等ございましたらコメント欄にご記入のほどよろしくお願いいたします。まあ、あとインスタ、パクチーオーハラで調べたら出てくるんで、よかったらフォローのほどよろしくお願いいたします。じゃあ今回以上で終わりたいと思います。じゃあね。